ベロキラプトル、ベロキラプトル、学名、ベロキラプトルは、約8、300万約7、0000 000、前、中世代白亜基盤期の東アジアにあった大陸に生息していた小型恐竜、獣脚類に属す。化石は、モンゴル、中国、ロシア東部から、V マンゴリーンスと V オスモールスキーの2種が発見されている。当時これらの地域は、 中央アジア異性とは切り離された大陸の一部であった。体型はほっそりとしており、頭蓋骨は大きい。際立った特徴として孔子に大きな鍵ギ爪を備える。羽毛恐竜であったと考えられる。映画、ジュラシック・パークシリーズによって一般にも広く知られるようになった。俗名ベロキラプトルは、五感、ビローシーマイナス、スバヤイト、強盗、略奪者との合成語で、 微妙な略奪者とでも訳すべきもの。英語音は、ベロシラプターに近い。中国語名は、リンタオロン。種商名マンゴリインススは化石の発見地を指して、モンゴル、サンノノイ。種ョ名オスモールスキーは、ポーランドの古生物学者、ハルシュカ・オズムルスカ、ハルススカ・オスモールスカへの県名である。本種は1922年、米国人古生物学者。 ケンリー・フェア・フィールド・オズ・ボーンを隊長とするアメリカ自然史博物館の調査隊によりゴビ砂漠のモンゴル国領内バヤンザグ・英名にて発見され1924年彼によって記載された東西冷戦下の1971年にはポーランドとモンゴルの合同チームが本種とプロトケラトプスの格闘する様子を止めた化石、ギズメを参照を発見 さらには2007年、古生物学者、アランターナー等が、モンゴルにで、羽毛がついていた証拠といえる、等間隔に並ぶ突起、クイルナブスを有する全種の化石を発見。続く2008年には、新種が発見され、ルイオスモールスキーと命名された。現在のところ、化石は、モンゴル、中国内モンゴル自治区、および、 ロシアから発見されており、シロアキコキの東アジアにあった大陸での未生息が、確認されている。全長、東道長長約2.07メートル、腰高約0.5メートル、推定体重最大15キログラム程度で、東道町におけるその大きさは、おおよそ7面長程度、小用手程度と表現される。体格は小さく体型はほっそりとしており、 頭蓋骨は他に比してかなり大きい。噴霧が反り上がる一方で眼下の突出がなく、むしろへこんでいて全体に弓形の形状を示す。また、最大頭骨長25センチメートルと非常に長く直線的であり、これらの特徴によって、近縁種と明確に区別される。本種の際だった特徴として講師に大きなカギ爪を備えており、狩りの際、獲物に、 致命傷を与えるのに用いられたとされるが、その使用方法の実際については切り裂き型と一つ型で説が分かれていた。現在は急所に対する一つ用の武器であったのと見解が支配的である。また、走る速度は最高で実速 60km を超える。身軽な運動能力に加えて彼らが備える大きな鍵爪や鋭い刃は、 他の動物には脅威であったと思われる。極めて珍しいことに、このカギ爪をどのように使ったのかということが化石の中に証拠として残っている。これは、プロトケラトプスと戦っている状態の化石、プロトケラトプスとベロキラプトルの格闘の化石で、ベロキラプトルの爪がプロトケラトプスの頭部を捉えていることがわかる。この化石が残された原因としては、恐竜たちが組み合って、 互いに弾けない状態にあったとき、砂嵐に襲われてそのまま渦漏れてしまったとか、砂の穴に飲み込まれてしまったなど考えられているが、詳細は不明である。現代の力学的再現実験によりカギ爪では、皮膚を突き通すことは可能であるが、内刃がついていないので切り裂くことはできなかったであろうと考えられている。そのため、カギ爪は、獲物の急所である喉や首元に集中的に突き刺す。 ためのものであったと思われている。この格闘化石は、モンゴル国に帰属するものではあるが、2000年以降、ニューヨークのアメリカ自然史博物館にて展示されている。近年相次いで、中国から発見されたベロキラプトルに近い恐竜の化石の中には、羽毛の痕跡が保存されているものもある。等間隔の突起は、鳥類にも共通するもので、羽毛の証拠と考えられる。 このことから、鳥の翼に似た前足を持っていたと考えられる。ただし、希少能力はなかったとされるので、その前足を翼と呼べるかは議論の余地がある。ともあれ、羽毛そのものの痕跡ではなくとも、ベロキラプトルの化石からも、羽毛の存在を示唆する特徴が発見されるに至り、彼らが羽毛恐竜であったことは確実視されることとなった。また、 この事実とその他の多方面からの知見によって、本種も、また鳥類に近い系統の恐竜であると考えられている。ベロキラプトルの名は、1993年製作のアメリカ映画、ジュラシック・パークで一般にも広く知られるようになった。しかし、原作である小説で知恵の大きく厄介な生き物として描かれている、小恐竜、ラプトルのモデルが、 記述内容から判断して、ベロキラプトルモンゴリエンシスであるのに対して、映画で、モデルとされたのはデーノニクスであった。映画でアドバイザーを担当した、古生物学者のジャック・ホーナーによれば、監督のスティーブン・スピルバーグは、ベロキラプトルという名前を気に入り、名前だけを使用したという。これは、ベロキラプトルとデーノニクスを、同一種とみなす、当時の説に準じてのものであるらしいが、 発見されているペロキラプトル自身の大きさは雇用手程度であり、頭蓋骨の形状の違いや生息した時代のズレなどから、今日では説自体が否定されている。高い知能を持ち、ある程度の社会性を持ち集団で狩りをしていたように描かれているが、集団で狩りを行ったとされる化石が発見されたことは今のところない。楽しくご覧になりましたら、 購読と良いです。クリックしてください。